どうも、クロエです。今回はここのアスレチックをしながら自己紹介と今後の YouTube についてとちょっとした雑談していきたいと思います。最後まで見てくれたら嬉しいです。それではレッツゴー。はい、ということでここのアスレチックをしながら自己紹介とかをしていきたいと思うんですが、僕 TikTok とかやってるんですけど、僕のこと知ってくれてる方と、まだ今日初めて見たよっていう方がいると思うので、僕のことを知ってほしいので自己紹介をしていきたいと思います。まず自己紹介なんですけど、名前はクロエです。はい、でこの名前の由来みたいな、由来というか名前なんですけど、今の名前がクロエで、ちょっと前まではクロエじゃなくて違う名前だったんですけど、その前の名前が渚って名前だったんですけど、その渚って名前が落ちちゃった。渚って名前の人がちょっといっぱいいて、ちょっとなんかあまりいないような名前がいいなって思っていろいろ考えたんですけど、自分でなんかあまり思いつかなくて、で、あれ戻ってきた。なんで戻ってきた？戻ってきちゃったじゃん、ちょっと。うっそー。戻ってきちゃったじゃん。え？あ、こっちか。なんだっけ？そうだ。クロエって名前で、前までが渚でやってたんですけど、渚の名前がいっぱいいて、であんまりいないような名前がいいなと思ったので、で自分で考えた時になんかあまりいいのが思いつかなかったので、ずっともにいろいろ考えてもらって、で何個かいい案を出してもらったんですけど、その中でも一番いいなって思ったのがクロエっていう名前だったので、漢字がちょっとこういう感じでちょっと難しくてちょっと読みづらいかもしれないんですけど、クロエって感じで覚えてもらえたら嬉しいです。はい、で、あんまり個人情報とかを出せないんですけど、一応学生ということでやっております。はい、で YouTube を、今回が初なんですけど、なんで YouTube をやろうかと思ったかというと、ずっと、YouTube とかやってみたいなと思ってて、でそこから何回かやろうとは思ってたんですけど、なんか親にダメって言われててできなくて、で家の方ともいろいろ相談したら、デブとかこういう感じだったらやってもいいよっていうことになったので、ゼペットとか、こんな感じで YouTube をやることにしました。はい、今 YouTube での今後の活動についてなんですけど、YouTube とか載せるときにいつも実況動画とか撮ってる時は、今もうこのリアルで今一人の状況で動画撮ってるんですけど、家に親とかいるとなんか撮りづらいなとか、家にいると撮りづらいなんとかあると思うんですけど、そこは人にやると思うんですけど、自分的には家に誰かいると撮りづらいなっていうのがあるので、自分
家にいるときに自分家で一人の時だけに動画撮ったりしてるので、まあ、実況動画とか撮る時間は、まあ、減ってきちゃうとは思うんですけど、でそれで YouTube の動画の上げる頻度は少なくなっちゃうと思うんですが、まあ、ちょっとずつ動画を出していきたいと思うので、ちょっとずつ動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で思ったんだけどさ、この A と B、 これどっちもエレベーターでなんか同じ感じなんだけど、どっち行こうかな。みんな A と B どっちが好き？ A と B、 まあどっちが好きだよっていうのがもしあったらコメントで教えてください。はい、僕は A が好きなんで A 行きたいと思います。でもさ、ハズレとかないよね。このワールド来るのが初めて で、ちょっとこのワールドはの周りのことまだよくわかる普通のアスレチックだとは思うんですけど、え、落ちちゃった。あ、そう、YouTube で、ま、活動を、ま、今回が初めてなんですけど、 YouTube で活動するにあたって、ま、今 ZZ のアバターを使ってるんですけども、あ、ゼペットのアバター以外にも、まあ、こんな感じのアバターを使いながら、いつかやろうと思ってるの で、このキャラクターも覚えてくれたら嬉しいです。でこのキャラクターを使いながら、まあ、YouTube も撮るので、まあ、一応、まあ、バーチャルでやることも多分あると思うので、まあ、VTuber としての活動も少しずつやっていこうと思っているので、よろしくお願いいたします。はい。で、って何？ゼペットの投稿で、YouTube の動画で、まあ、話してほしいこととか、あるっていうか、なんか YouTube の動画でなんか話してほしいこととかあったらコメントくださいみたいな感じの投稿をゼペットでして、でそのゼペットのその投稿で来たコメントが3つあって、で、まあ、1個ずつ話していこうと思うんですけど、まず1個目が、まあ、歌詞動画とかみたいな感じのコメントをくれたんですけど、歌詞動画はTikTok の方でいくつか上げてるので、TikTok の方も見てくれたら嬉しいです。で歌詞動画なんですけど、いつも自分の好きな曲とか自分が気に入った曲で歌詞動画作ってるんですけど、まあ、もしみんなが好きな曲とかこういう曲で歌詞動画作ってほしいよっていうのがあればコメント欄に書いてください。でそのコメント欄で書いてくれたその曲のその曲でかその曲で歌詞動画作りたいと思うので、もしこういう曲で作ってほしいよっていうのがあればコメントください。でその歌詞動画とかは、まあ、TikTok か、まあ、Zepit とかで載せると思うので、そっちの投稿のチェックもしてくれたら嬉しいです。で、あとの2つなんですけど、あとの2つがゴンザレスっていうコメントが来てたんですけど、ゴンザレスってなんか自分
ったけど、ちょっと分かんなくてさっき調べたんですけど、なんか人の名前みたいな感じで書いてあったんですけど、ゴンザレスって人の名前なんですか？ちょっとごめんなさい、ゴンザレスのことに関してはちょっとあまり詳しくないので、もし知ってるよとか、なんかもし詳しい人がいたら教えてください。なんかごめんなさい、なんかいろいろ話そうと思ったんですけど、ちょっとゴンザレスはちょっとごめんなさい、あまり理解してなかったので、ちょっともし知っているよとかいれば、知っているよっていう人がいればコメントに書いてください。お願いいたします。え、待ってくれ、ここにさ、お、2つゴールがあるの。ここにさ、ゴールって、ゴールフィニッシュって書いてあるんだけどさ、上にもまだあるよね。2つルートがあるの。上行ってみる。じゃあ上行ってみる。でさ、どっから上行くの。え、こっから行け、行ける、行ける、行け、え、行け、え、え、嘘でしょ、また最初から。あ、あれか、さっきフィニッシュで、フィニッシュのところ通っちゃったから消えちゃったってこと。嘘でしょーじゃあちょっと時が長いと思うので、あ、瞬間移動使いたいと思います。瞬間移動って、まあ、本当は使えないんですけど、まあ編集でポンってやる、ポンっていうか、なんか編集で瞬間移動しましたみたいな感じでちょっとやるので、はい、じゃあ瞬間移動します、します、ふい。ってことで瞬間移動してきました。それでは早速行ってみましょう。さっきは A の方で、今 B の方なんですが、 A と B の方だとコースが全く違うみたいです。ここから長いと思うので早送りしたいと思います。ほい。途中から地声じゃなくてすいません。ってことでこの辺で終わりたいと思います。この動画がいいと思った方は高評価コメントよろしくお願いします。 YouTube のチャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。また YouTube 以外にもゼケット TikTok インスタ Twitter もやってるので、そっちのフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。